お久しぶりです。どうも。高等遊民 VTuber 坂森天馬と申します。今回プレイさせていただくのは白長ストへの帰還。新ページの方で販売されているホラーノベルゲームの方となります。絶海の孤島白長ストを舞台としたミステリーアドベンチャーゲーム。あなたは探偵となり、助手のヒロインと共に白長ストの秘密を探ることになりますと。で、ストーリーの方なんですが、大富豪の遺書の中に残された白長ストへの招待状。ニューヨークで探偵業を挑む主人公は、特殊な能力を持つヒロインと共に島へと向かいます。そこで起きる数々の奇怪な殺人事件。果たして白長ストに隠された真実とは？すべての謎を解き、呪われた島から脱出せよ。こちらが一応ストアページの方で解説されています。ストーリーの方となります。システムに関してなんですが、クリック探索形式の、ノベルゲームとなっております。様々な箇所をクリックし、隠されたヒントを探り出していく。一度だけではなく、時には何度も調べることによって物語は進行すると。私、こういった探索ゲーム少し苦手なのですが、ホラーノベルゲームといったものは好きなので、今回購入させていただいた次第であります。さて。楽しみなんですが、いけるかな？ま、始めないことにはどうにもならないですよね。そうですね。じゃあ、白長ストへの帰還の方始めさせていただこうと思います。では、ニューゲームの方から。起きて。このままだと大変なことに、もう時間がない。この世界は、だから、起きて、お願い！池田千。なるほど。主人公の名前ですね。池田さん。はい。今のは、夢か。マウスクリック。ですね。マウスクリックで進みますね。いつの間にか眠ってしまったのか、妙な夢だったな。こう、何かにせかされているような。まあ、このところ、あの件で色々と立て込んでいたからな。疲れが溜まっているのかもしれん。主人公はこのストーリーに入る前に何かしらの事情で立て込んでいたと。とりあえず今は仕事のことを考えるのやめておこう。まあ、探偵ですからね、仕事が舞い込んでいたり忙しいのかもしれませんね。実際体を使う職業ですからね、探偵っていうのは。しかし、寝てはいけない空港ワースト10。常連のジョン・ F ・ケネディ空港で居眠りとは、随分と不用意なことをしたもんだ。それもこれも全部あいつのせいなんだが、肝心のあいつはどこだ？まだ到着していないのか？仕方ない。少しあたりを探ってみるか。なるほど。あいつといった人を探すのが目的でしょうか。人混みが見えますので、もうとりあえずこちらカウンターの方をまず。さすがに人が多いな。人混みは嫌いだが、この空港の感じは嫌いじゃない。なんというか、旅の始まりって感じがするじゃないか。まあそうですね。空港から旅立つ。そういった旅の始まりを感じさせてくれる雰囲気は私も好きですね。あまり海外に行ったりはしないから、まあ空港の利用自体は少ないんですが。見える限り奴の姿はないようだ。よく晴れてるな。この時期のニューヨークにしちゃ視界もクリアなようだ。普段は白く濁ってるからな。寝不足だとこの天気は嫌になる。今の俺には眩しすぎる。闇の住人かな？どうやらすでに日本からの便は到着しているようだ。あいつの乗っているのはおそらくこの便で間違いないと思う。多分ね。確かあいつが到着するのはゲートの A だから、ここで間違いないはずだ。どこかにいらっしゃるようですが、まだ探索が足りないのかな。どこにいらっしゃるんでしょうか。外かな？違うな。どこでしょうかね。果たしてどこに？あ、こちらの看板の方か。ちょっと不安になってきた気もするが、いや、大丈夫だ。何度見ても看板は看板だ。なるほど。この時刻が正しいのならもうとっくの昔についているはずなんだが、遅いな。まあ、不安にはなりますよね。確かに。でも、姿が見えないですね。ひょっとして迷子にでもなっているんじゃないか。あいつなら、ありえそうだなと。姿が見えないのは確かに不安ですね、これは。どこにいらっしゃるんでしょうか。ちょっと待ってくださいね。周りの連中にでも聞いてみるか。なるほど、周りの連中。あー、すまない。ちょっと人を探してるんだが。人を探してる？迷子か何か？ああ、迷子だ。構成が低い少女で、服装はわからない。さすがにそれだけじゃわからないわね。何か他に特徴は？以前と見た目が変わっていないのならだが、とてつもなく髪の毛が長い。一目見れば確実にわかるほどにとてつもなくだ。そんなに長いんですか？とてつもなく髪の長い女の子ね。ごめんなさい、見てないと思うわ。インフォメーションにでも問い合わせてみたら？確かにそうだな。考えてみるよ。インフォメーションセンターか。ここからだと遠いんだよな。おいおい、電光掲示板の表示がバグってるじゃないか。出発地の表示がデタラメな文字列になってしまっている。これは担当者は冷や汗者だな。文字の乱れはしばらく続いたが、やがてして、その文字が規則的な形に変わり始める。This world is not real. この世界は現実ではない。なんだこれは、掲示板がハッキングでもされたのか。おい、大丈夫なのか、この空港は。ジャカルタ、ローマ、成田、パリス。わずかな間を置いて、掲示板の表示は元の状態に戻った。時間としては一瞬だったためか、あたりで今の異変に気づいた様子の人間はいないようだ。何だったんだ今のは。奇妙なこともあるもんだな。この世界は現実ではないか。何かに対する批判メッセージとしても少々抽象的だな。現政権に対する批判か何かか？それとも単なる見間違いだったんだろうか？まさかあれが企業広告だったなんてことはあるまい。仮に電光掲示板を利用した広告なんてもんがあったら、はためやくでもいいところだ。確かにそうですね。時間見れない広告が出たらもうバッシングだらけで済みますよ、本当に。だが、だとすればあれは一体。掲示板関係は終わったのかな？まあいい。とりあえずは今奴を探すことが先決だ。全く分かっていたことだが、毎回手間をかけさせる奴だな。一体どこにいるんだ？よく迷ってるんですかね。主人公と何回も面識があるようですが、あ、これか？あの人影は。どうやら目的の人物が見つかったようだ。君、名前は？英語は喋れる？どの国から飛行機で来たの？親とは一緒？彼氏いる？みたいな。あー、なんぼされてますね。初対面の人と喋れない感じなのかな？ヒロインのセリフ読み上げはさすがにいらないでしょう。私は主人公だけを読み上げていきましょう。参ったな。英語が喋れないのか。迷子みたいだし、とりあえずインフォメーションに連れて行けばいいか。目的の人物は見つかったようだが、以前会った時と全く変わってないな。クソ長い髪のままだ。奴は緊張しすぎているためか、空港職員の真後ろにいる俺の存在に気づいてないらしい。このまましばらく放っておくのも面白そうだが、主人公なかなかクズですね。探偵クズ、シャーロック・ホームズかな。おっと、セーブポイント押してしまったか。泣き始めてそう。まあ、このままだとそっと押しそうだし、助け舟を出してやるか。おい、ねねこ！ねねこさん。はい、ねねこさん。あ、いけな！あ、呼び捨てにされるほどの関係？主人公が何歳なのかわからないですが、もう、この年齢の方と親しい探偵の方？ 20歳以上の男性が女学生と仲良くする。事案ですかね、これは。デニコは俺の後ろに回り込み、空港職員から逃れた。あなたは、この娘の、この子の保護者？ああ、俺は。まあ、ヒロインの方でしょうし。まあ、そうですね。ああ、保護者だ。ああ、確かにまあ、保護者みたいなもんだな。俺の名は池田千。ブルックリンで探偵業。ブルックリン、あ、海外出身の方。でも日本の方ですよね。後ろに隠れてるのが、出雲崎でいいんですかね。出雲崎ねねこ。この空港で待ち合わせる予定になっていた息子だ。心配なら何か証明できるものでも見せようか。ああ、いや、その様子だと確かに保護者なのは間違いないようだ。それにしてもダメじゃないか。こんな小さな子を一人にして。おいおい、こいつは見た目はこんなだが、もうハイスクールの年なんだぜ。普通、その年なら一人でどうにかするもんだろ。ハイスクール？俺はてっきり。あ、いや、ともかくその子のことは任せたぞ。もう離れ離れになるなよ。空港職員は呆れた表情を浮かべて、その場から去っていった。ねねこのことをよほどに幼いと勘違いしていたらしい。遅いぞ、池田。池田！なるほど、僕っ子ですか。古風な服装に長い黒髪、赤目、僕っ子。刺さりますね。ヒロインが可愛いから購入したっていう、まあ、ちょっと不純な動機もあるんですけど、まあ、なかなかやっぱり可愛いですね。ボイスはないかな、さすがに。俺はずっと到着口の近くにいたぞ。お前が勝手に迷ってただけだろ。そもそもお前20何カ国語をネイティブレベルに喋れるって自慢してたじゃないか。なんでその能力を活かさなかったんだ。あー、なるほどね。言語能力は達者だけど、そのコミュニケーション能力がどん底まで、なるほど、下がってるね。あー、そういやそうだったな。そのことをすっかり忘れてた。まさしく宝の持ち腐れだな。しかし毎回見てもあれなんだが、いい加減そのクソ長い髪切ったらどうだ？邪魔っ気だろ、それ。俺はねねこの髪をワシャワシャとかき乱す。人の髪の毛を触るのはやめて差し上げろ。男性でも嫌やぞ。口ひげ伸ばしてるの、主人公。は？ワトソンかよ。俺のはちゃんと切り揃えてるからいいんだよ。それに髪を短く切ってるからな。ねねこもこんぐらい短くしたらどうだ？ああ、まあまあね。女性が伸ばしてる髪をちょっと切るように進めるのはどうかと思いますけどね。そういやねねこ、さっきの案内掲示板のあれ見たか？ああ、いや、あまり大したことじゃないんだが、案内掲示板にこの世界は現実ではないっていう文字が表示されていた気がしてな。誰かにハッキングでもされたのかと思ったんだが。シミュレーション仮説ですか。確かに私たちが生きている現実がリアルだという保証はどこにもないですからね。もしかしたら超巨大なコンピューターの中で、作られた電子世界みたいな状況なのかもしれませんね。確かそういった仮説を、提唱してらっしゃる方がいらっしゃったはずです。実際に研究もされていたはずですね。まあ別に見てないならいい。単なる見間違いだったのかもしれないからな。培養液の中にマトリックスかな？いや、ふひひひひ。なに君の悪い笑い声を上げてやがる。まあいい。ともかく無事で何よりだ。このニューヨークにはお前に会いたがってる奴らもいる。せいぜいゆっくりしていくといい。車で移動すると。あ、電話が鳴ってますね。ああ、待て、電話だ。エイラ・ビギンズ。女性の名前でしょうね。エイダーと聞くと、バイオハザードのエイダさんが浮かんできますけど、あの方は、まあ違うか。ああ、飯田さんか。どうしたんです？何かお急ぎの用事でも？実は大変なことに。屋敷ってことは金持ちかな。ふむ、電話口とは話さないような内容というわけですね。うん、屋敷まで来い来いとなかなかしつこいですね。それほどまでに探偵の池田さんを呼びたい状況であると。池田さんだけが頼りなんです。いや、警察呼ぶとかそういう状況な気がしてきましたね、これは。大丈夫。すぐに向かいますので心配しないでください。では、現地で。ああ、どうやら俺のクライアントの方で何か問題が起きたらしい。ともかく、お前を一度事務所に降ろして。いや、待ってよ。案外、この件はお前のあの能力が役に立つかもしれんな。超能力者かな。非現実的な能力を持ってらっしゃるってことは、やっぱり、シミュレーション仮説の世界の、あれ当たってるんじゃないですか。何現実でしれっと超能力を。